皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、ゆずカレーディナーショーエクスプレッション鑑賞レポーということで、いやね、なんとかこのね、花組トップスターゆずカレーさん、レイちゃんの最後のディナーショーチケットは取れませんでしたが、ライブ配信でね、見ることができました。今こうやってね、劇場に行けなくても、チケットが取れなくても、ライブ配信という手段でね、見ることができて、本当にありがたいなと思っていますので、どうかライブ配信ずっとずっと続けてください。そして、この最後のね、レイちゃんのディナーショーですが、ね、公演中からきっとお稽古もずっとされていて、さよならショーが終わってもう、ほんと数日しか経ってないのにね、ディナーショーが開催されて、とても素敵なディナーショーでした。ね、ライブ配信を見た感想などお届けしていきますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう。はーい。ということで、まあね、最初から順を追って、セットリスト順にね、お届けしていきたいと思います。で、まず最初、ね、もうオープニングなんですけれども、もう黒いタキシードでスポットライト当たって振り返った瞬間のレイちゃんがもう死ぬほど美しくて、あまりの綺麗さにちょっとびっくりしましたね。本当に神々しくって。いやもう、あの瞬間息が止まるかと思うぐらいに、レイちゃんの美しさに本当にびっくりしました。で、オープニングね、黒いタキシードで、あ、レイちゃんらしいなと思いましたが、ハイカラさんが通るのね、風の誓いから始まって、いや、なんかもう本当に穏やかで、まあ大劇場ね、千秋楽を終えられて、一安心というか、ほっとされたのかなと思うような、すごく穏やかな表情で、優しい表情で歌ってらっしゃって、あ、なんかちょっと、ご自身の中でも一区切り、一段落されたんじゃないかなっていう思いが、いたしました。で、その風の誓いをね、もう情感たっぷりに歌われた後に、今度は、元禄バロックロックから、花のお江戸をね、歌われて、ここではね、コーラスのお二人も参加されて、黒いドレスでね、コーラスのお二人も、さっきのみおんちゃん、そして、四季すみれちゃん、お二人がね、今回コーラスメンバーとして出演されていましたけれども、なんか黒いタキシードのれいちゃんと、そのみおんちゃんもね、すみれちゃんも、二人とも黒いドレスだったので、とってもシックな装いのオープニングになっていたなっていう風に感じましたし、コーラスメンバーが二人っていうのも結構珍しい感じだったので、あ、なんかこう、少人数だけれども、きっとアットホームにあったかい、レイちゃんらしいディナーショーをされたくて、このね、構成になってるんだろうなっていうふうに思いました。ね、やっぱりどちらもね、こう、レイちゃんにとっての思い出の楽曲をまずは歌われて、そこから最初の MC に入っていかれます。で、MC でも本当になんか、この後のね、MC も全部そうなんですけれども、まあ、終始、レイちゃんもこう静かにね、穏やかにお話をされるじゃないですか。で、コーラスのお二人も割とこう、賑やかにというよりは、静かにお話をされるお二人なので、結構ね、なんかもう、珍しいディナーショーだなって思いながら見てました。割とね、コーラスメンバーがこう、わーっとわちゃわちゃして、で、ね、主役の人とみんなでこう、わーって盛り上がるタイプのディナーショーが多いので、こう割と静かな感じで、でも、こう、ポツポツ言うお話が面白かったりして、そんなね、なんか可愛らしい3人でのトークがあって、いや、MC のね、時間もすごく面白かったですね、そこからはまたね、レイちゃんの思い出の楽曲をね、辿っていかれるということで、まずはね、新源氏物語から、ただ一人の女ですね。これは、黒いタキシードのまんま、ね、進行されましたので、ここでね、もしかしたら MC の間にレイちゃんだけ聞き替えに入るのかなと思ったら、そのままね、黒いタキシードのお時間が続いていきます。で、新源氏物語もね、私は大好きな作品で、本当に昔からね、ファンの方にとっては、すごくすごく思い入れのある、その時代時代で思い入れのある作品だと思うんですけれども、私にとってもとっても思い入れのある作品で、やっぱりこの曲を聴くだけでちょっと、うるっとしてしまうような、胸が熱くなってしまうような作品で、ね、この新源氏物語において、レイちゃんは、ね、六条の宮代所というとても難しい、女役を務めていらっしゃって、で、もう一方は柏木というね、役代わりの
お役もされていて、すごく大変だったと思うんですよ。で、さらに新人公演では、光の君様をね、主演を演じていらっしゃって、やっぱりれんちゃんの中でも一つのターニングポイントになった作品だったから、この楽曲を選ばれたんじゃないかなと思いますし、いや、やっぱり新源氏物語っていいですよね。私はいつかまたね、再演してほしいと思う日本物の作品の一つなので、どこかでまた見たいなっていうふうに、この楽曲を聴いて、思いました。で、そこから、今度は悲しみのコルドバから改造のコルドバということで、ここはね、さっきのミオンちゃんと一緒に歌われたんですけれども、いやーもう悲しみのコルドバもね、これもまたね、ちょっと私にとっても、長年ファンの方にとっても思い入れのあるね、作品で大好きな作品なんですけれども、これ、レイちゃんが苦悩しながら歌っていくお姿がなんとも美しいというか、まあね、これもまた、こう、愛に苦しみ、人生に苦しんでいく男の人の、作品だったので、すごく私も大好きな作品で、ね、この時のれいちゃんの姿を本当に今でもしっかりと覚えてますし、あまりに美しくてすごくね大好きな作品だったので、ここでまた聴けて嬉しかったなっていう思いがありました。でそこからの今度はねエリザベートから僕はママの鏡だからというねルドルフの曲を歌われて、ここはね、エリザベートを四季澄れちゃんが演じていたんですけれども、またこれもね、エリザベートというと、ほんとれいちゃんにね、関しては思い入れのある作品で、やっぱり新人公演でね、とうとう演じられて、で、ルドルフをね、本公演では演じられてということで、ね、ファンの方にとってはやっぱりこの楽曲を聴いて、エリザベートを思い出してしまうと、どうしても、やっぱり対談までにエリザベートを、トップの時にレイちゃんでやってほしかったという思いがね、どうしても拭えないような作品で、ね、見たかったなっていう思いはありますけれども、でもルドルフというお役もね、本当にレイちゃんにすごくぴったりな、繊細で、すごく素敵なお役だったので、この曲を聴けて、また嬉しかったなってこう、なんて言うんでしょうね、感慨深く老けていると、そこからのルドルフつながりということで、こう同じルドルフだけど、まあ、作品が違って、視点が違って、物語が違ってということで、歌方の恋から小さな青い花ルドルフとして歌われました。もうね、この歌方の恋のルドルフを演じてたれいちゃんもまた大好きで、本当に私でもキュンキュンしながら見てましたね、歌方の恋劇場で。なんて似合うんだろうと思って、やっぱり軍服レイちゃん最高みたいな感じもありましたし、やっぱりまどかちゃんとのねトップコンビで歌方の恋という素晴らしい作品が見れて、ねレイちゃんのルドルフを、またルドルフ、同じルドルフでも違ったね描き方をされているルドルフの人生を見ることができて、本当にね、なんか私は劇場で見ることができて、良かったなと思いました。やっぱり劇場でしか感じられないそのレイちゃんの息遣いというか、思いというか、役としてのその表現というのがあったなと思うので、この作品をね劇場で見ることができて、私は本当に嬉しかったなって思いながら、この楽曲聴かせていただきました。で、その後が、またね、ガラリと雰囲気が変わりまして、Nice Work If You Can Get It から Someone to Watch Over Me という楽曲をコーラスの2人がね、歌いました。これね、赤いドレスに着替えてお二人が歌われていて、とってもね、なんか可愛らしくって、なんかあの作品の世界観をまたね、思い出して、私もね、すごく楽しくなってしまいましたけれども、なんか、黒のドレスから赤のドレスっていうね、すごいメリハリもあって、すごく良かったなっていうふうに思いました。そして、このコーラスのね、2名の方がバンド紹介をされて、その後ですよ、皆さん！もう、クールビーストからナイトライフ、ね、これは客席から登場ということで、これがいいんですよね、ディナーショーって。やっぱりね、客席に、その、大好きなスターさんが登場してこられて、こう目の前を歌いながら通り過ぎていくっていう、あの高揚感たらないですよね。で、この楽曲に関しては、その一曲丸ごとずっと客席をね、レイちゃんがずっと歌いながら回ってくれて、もうそりゃお客様も大興奮ですよね。もう歓声上がりまくりだし、その皆さん、キャー、うわー、キャーみたいな感じで、いや、そりゃ興奮しますって、あんな、こんな近くに、あの柚塚礼さんが来られるんですよ。そりゃ興奮しますし、なんかハンカチとかで、拾ってくださるんですよ。もうそのハンカチ一生捨てられないですよね、本当に。
いや、あれはね、興奮しますし、まあ、楽曲もね、この曲も曲ですから、より一層ね、皆さん興奮されて、で、しかも、ね、道明寺の時の、あの、赤と黒のね、お衣装で登場されたので、もう盛り上がるしかない楽曲でしたね、ここはね。いやー、やっぱディナーショーっていいなって思いましたね。ディナーショー見に行きたいなとも思いましたし、自分がディナーショーにね、3回出演させていただきましたけれども、その時のことを思い出して、あ、やっぱりディナーショーって最高だったなっていう風に、うん、感じながら、ここは私もテレビの前で大興奮でキャーキャー言いながら、ズカオタクラブのね、メンバーの皆さんとあの、感激部屋っていうチャットルームがあるんですけども、そこで一緒に見ながら、チャットしながらね、あの、かなり大盛り上がりで、もうキャーキャー言ってました。はい。で、そこからのね、この MC タイムがめちゃくちゃ面白くって、で、あの、レイちゃんって、その、どうやら寝言界のカリスマ呼ばれているとか言って、とにかく寝言をねたくさんお話しされるということで、あの寝言のね音声を取れるアプリがあるんですって、皆さん知ってました？だから睡眠の質を上げるためのそのアプリの中で自分が言ってる寝言とかを録音できるその機能がついてるらしいんですけれども、それでねレイちゃんの寝言を録音されたそうなんですね。でそれをまさかのディナーショーで流すというもう後にも先にもないようなこんな面白い企画になっていて、で本当にねなんかあんなにはっきり寝言って言うんだなっていうことにもびっくりしましたし、寝言があまりにも可愛らしくって、その3パターンぐらいね流されてましたけれども、あまりに寝言が可愛くって、もうレイちゃんってほんとなんかどこまでも可愛い人なんだなっていう風に思いましたね。いやもう本当に面白かったです。うん。ですごくその面白寝言を聞かせていただいた後に、あの次のねあの楽曲がレイちゃん作詞の曲ということで、これがまた面白くって、まさかのお風呂に入りたいけれども、入れない、入りたいけど入りたくない葛藤の曲みたいな。もう、そんな曲作るトップスターさんってかつていましたかみたいな。だから、ね、B シャイニングの、あの、運転免許がないの曲に引き続き、まさかの運転免許からお風呂の楽曲っていうことでね。本当面白いな、この人って思いながら見てましたけれども、あの、青木智子先生がね、あの、そんなお風呂の曲に、お風呂の詩に素敵な楽曲をつけてくださって、まさかのめちゃくちゃムーディーな楽曲で始まるというね、もうすごいムーディーな曲なのに、歌詞の中身はお風呂に行きたいけど行けない葛藤を歌う曲みたいな。この曲はもうレイちゃんが少しもふざけずめちゃくちゃかっこよくイケ散らかしてアンニュイに歌う、そして最後アップテンポでお風呂を連呼する曲みたいなもうほんとここがピークに、私はねめちゃくちゃ楽しくて面白くって最高だなレイちゃんって思いましたね。なんかあんなに高貴な感じでね、上品でね、どこまでも謙虚で、いつも丁寧で、で、物静かで、あの、すごく素敵な言葉をね、選んでお話しされる A ちゃんが、こんなね、運転免許のね、曲やらね、その、お風呂に行きたくない楽曲をね、あんな大真面目に、ムーディーに、素晴らしくかっこよく歌うなんて、もう本当にね、こういうギャップ、振り幅がもう大好きだなって思いました。本当に最高でした。でも、そこからのまた振り幅で、今度は、ね、ピアノの生演奏ですよ、弾き語りで、オネスティをね、英語で歌われるなんて、もうどこまで振り幅で翻弄するのみたいな。もう本当にかっこよすぎて。いやもう、大好きになりますよね、あんな姿見せられたら。うん。で、またね、この曲がね、なぜ選ばれたかっていうところもまた素敵で、お父様がね、よく車で流していた楽曲で、その、受験生の時に送り迎えをしてもらった中で、その、外の景色を見ながら、その楽曲を聴いてた思い出があるということで、もう、そんなエピソードまで素敵って思って、もう本当にね、泣きたくなるぐらいかっこよかったですね、れいちゃんが。うん。で、そこからね、まあ皆さんも思い出の楽曲、そしてね、その衣装も着てますのでね、やっぱり花より団子、ね、花壇の中から、ボーイズオーバーフラワーズ、ということで、ね、コーラスのお二人と
一緒に歌われましたけれども、やっぱりね、花壇すごい懐かしいなって、うん、なんか青春だなっていう風にすごく感じてましたね。うん、なんかレイちゃんに道明寺がすごくハマり役でしたし、あの時のあのカンパニーでしか出せないパワーがあったと思いますし、本当に最高の作品だったなって思うので、ね、今後再演、あ、花壇は大好きだったんですけど、再演はやっぱりあまりにハマり役だと難しいのかなって思いながらもね、れいちゃんが歌ってる姿を見てもう一回見たいなって、うん、思いました。で、そこからトップハットからチークトゥーチークということで、コーラスのお二人がね歌われましたけれども、やっぱりね、私的にはもう本当さっきのみおんちゃんのお声が大好きで、お歌が上手だなって思いながら聞いていましたし、四季すみれちゃんもね、本当になんか表情豊かですごく可愛らしくって、選ばれたお二人が本当に素敵だなっていう発見も今回ありました。はい。で、そこかられいちゃんがねお衣装を着替えてこられて、ショパンね、ノクターンからダンスをねご披露されたんですけれども、そのスミレ色のお衣装もなんとも素敵で、レイちゃんにぴったりで本当に美しくって、でやっぱりノクターンのねフィナーレナンバー、10年ぶりですか、もうね、うん、葉山先生が振り付けられて、当時はで、今回は三織先生がねまた改めて振りを起こされたということで、本当にね、あの時は黒塩ビでしたけれども、今回この紫のスミレ色のお衣装で踊るレイちゃんが本当に美しくって、華やかで軽やかで、なんとも儚げな表情で、うーん、なんかこちらがね、見ているこちらがなんとも言えない気持ちになってしまうような、そんなね、胸にグッとくる、うん、一曲でしたね。本当に、うん、とっても優雅で素敵でした。うん、で、その後にメランコリックジゴロ、ね、MC の後ですけれども、メランコリックジゴロからダニエルのテーマを歌われて、まあこの楽曲もね、やっぱり花組ファンとしてはね、アンジュ・ミラさん、マヤミキさんの時代からのね、この作品っていうのもありますし、やっぱり全国ツアーすごく思い出しますね。マイティとそのレイちゃんとのコンビが素晴らしくね、よくって楽しくって、で、この頃はね、今の星組のトップ娘役の前空ひとみちゃん、なこちゃんもねまだ花組にいらっしゃって、あー、なこちゃんのフェリシア可愛かったなーとか、レイちゃんとマイティのコンビやっぱり最高だったなー、もう本当に唯一無二のコンビだなーっていう風に思い出して、そのヤンさんとミキさんのコンビとレイちゃんとね、マイティのコンビをこう重ね合わせて見ていたようなところもあったので、あー、大好きな作品だったなーっていう風に、うん、懐かしくこの曲を聴きながら思い出しました。で、その後にカサノバからね、秩序のもとに、コンデュルメル閣下なんですけれどもね、まあこの曲をね、ちょっと娘役さんと歌うっていう想像があまりつかなかったっていうのもあって、コーラスのお二人と歌ってるのがなんとなくこう不思議な気持ちで見ていましたけれども、これもまたね、れいちゃんにとってはすごく思い入れのあるというか、ターニングポイントになったような作品だったんじゃないかなと思いますし、やっぱり千夏ちゃんもね、思い出しますよね、ほおずきあんさんを、うん、思い出します。この頃は花組にねいらっしゃいましたので、あー、なんかそういうことも懐かしくなってしまうのかなと思いながら、うん、聞いていました。で、その後にアウグステスから祈りをね歌われて、やっぱりこの頃っていうとね、コロナ禍でまだまだ公演がなかなか安定してできなかったりとか、花組に関してはね、無観客で千秋楽をね迎えたっていう経緯もあって、すごく辛いようなね時期だったな、大変な時期だったなって思いながらこの楽曲聴いていて、やっぱりこうこの頃のね作品の楽曲を聴いたりすると、なんとなくこう胸が痛くなってしまったり苦しくなってしまうこともありますけれども、そんなことをね乗り越えてこられた、うん、花組のトップスターとしてみんなを引っ張って、みんなのことをね支えて乗り越えてこられたれいちゃんって本当に素敵だったなっていう風に改めて感じました。で、最後にはやっぱりね、もう本当にこの作品に対する思い入れがとてつもなく深いんだろうなって思いますが、ハイカラさんが通るから僕のハイカラさんをね披露されました。で、さよならショーでもやっぱりこういったディナーショーでも歌われるっていうことで、よっぽどねれいちゃんにとって大切な楽曲なんだと思いますし、忘れられない一曲なんだなっていうことを改めて感じて、本当に私たちもこの楽曲を聴くことにこうすごく大切な、うん、れいちゃんの思いを受け取らなきゃいけないなっていうふうに、うん、感じました。で、そこからはアンコールがね、もうアンコール3回ぐらいありましたけれども、とってもね、こう、なんて言うんでしょう、シックだけれどもとってもおしゃれな花柄のセットアップを着ていらっしゃって、で、その後のその
アンコールはハイカラさんが通るの主題歌をね歌われて、ここもまた客席折りでもう皆さんのお近くで皆さんと楽しく、うん、歌われているれいちゃんの姿を見て、やっぱりファンの方への思いが一番大きくって、ファンの方への思いが一番届けたい思いなんだろうなっていうことを感じましたし、お客様とのやっぱりこういった近い距離でのショーを開催することができて本当に良かったなっていう風に感じました。そして私たちもやっぱりね、実際そのホテルには行けなかったけれども、ライブ配信でこうやって皆さんと気持ちを共有することができて、れいちゃんの素敵な最後のディナーショーを見ることができて本当に幸せだったなっていう風に感じました。でもうね、この後は東京公演残すのみとなってしまいましたが、東京公演は私も感激させていただくので、作品のレポはまたその後でお届けしたいと思います。ということで今回は柚塚れいさんディナーショー鑑賞レポお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。